はい、夕方の南芦浜、北側の総合公園前ですね。フカセ釣りや あとサビキ、それからジグサビキや飛ばしサビキのいろんな方がね、釣りを楽しんでいらっしゃいます。今日も結構サバがうろうろしているようですよ。ちょっと見てみましょう。はい、こちらのですね、深瀬釣りでジヌが釣れました。はい、こんな感じですね。よいしょ。はい、こちらの方ね、サバちゃんが釣れております。こんな感じでございますね。